こんにちるちる商業 PL レビューサイトちるちる記者の綱吉とほぐしみです。本日の企画はこちら、 Y ぐらいの愛マイベスト腹黒攻め、イエーイ。はい、腹黒、ね、腹黒で腹黒はもう攻め属性ととても相性がいいのではと本当そうなんですよね。なんかちょっと腹黒って聞くとそんなプラスというよりむしろマイナスな感じというか、はいはいはい、あの性格が悪そうみたいな方向にやっぱ思っちゃうんですけど、はい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 、結局それのそうなってしまう原因も愛ゆえっていうこともね、やっぱ多いので、はい、そういった作品の中から我々がいいなって思ったものを一作品ずつご紹介するのと、あとは先日ですね、はいはい、公式 X の方で募集させていただいたこちらのツイートで、はい、皆様からお寄せいただいたねベスト腹黒攻めをちょっと、はい、いろいろとあの反応いただいてありがとうございました。ありがとうございます。そうですね、あの皆様からいただいたものですと、あの宝井理人先生の10カウントシリーズの黒瀬だったりとか、あとあの原田先生のね、うん、あのカラーレシピの福系とかも、この辺は結構もう殿堂入り腹黒攻めなんじゃないかなと。腹黒攻めといえばって浮かんでくる、はい、キャラクターたちだな。うわ、そう絶対王じゃない感じもありますけども、今回は私たちが思ったものをまた別でちょっと持ってまいりましたのでそちらも紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。まずは綱吉が紹介させていただく腹黒攻めはこちらです。木原先生の元カレセキュリティです。はい、こちら、すごくエッチな漫画だったんですけども、はい、もうそのエッジさをねより引き立てている攻めの腹黒度もねちょっと目立っておりましたので、はい、ちょっと紹介させていただきたいと思います。であらすじなんですけども、うん、攻めが、三春さんっていう人気の小説家、うん、で受けの方が陸也っていう、ボディーガードしてる2人なんですけども、うん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 、2人はもともと高校時代に付き合っていました。で、はい、ちょっといろいろあって離れて、うん、お仕事の関係でまた再会するっていうところから始まるんですけども、はいはいはい、この表紙を見て攻め受けどちらか私ちょっと最初あれって気づかなかったんですけども、うんうんうん、まあ、ボディーガードなので受けの方の陸也さんの方がこの黒いスーツを着てる方なので、はいはいはい、こっちが受けなんですよ。おー、ちょっと分かんないですよね。そうですよね、なんかこう鍛え抜かれた体というかを見ると、はい、お攻めかなと思うんですけど、でも受けで、はい、ちゃんとこの鍛えられた体にもね理由がありまして、で、はい、攻めの方が小説家のね方なのでこちらなんですけども、うん、このね瞳がそうなんですよ、瞳がもうこっちを見ている目がもう独占欲強い感じが出てますよね。いや、そうですよね、はい、もうまさに本当そんな感じのキャラクターだったんですけど、うん、この一度高校時代にあの離れてでまた再会した時に決して二人はこう偶然出会ったわけなので、はい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 、急によりを戻そうってなるわけでもないんですけど、うん、でそもそもこの高校時代にこう普通にラブラブで2人で付き合ってたんですよ、うんうんうん、同じこのミステリー研究部ってところで、うん、だってもう気も合うし、もう好きさ暇さえあればイチャイチャするみたいなはいはい、はい、研究部がすごい他の部員がいないような感じだったので、こう部室みたいなところでも2人でひたすらイチャイチャするっていうところとかもあって、はいはいはい、なんて青春時代なんだと思ったんですけど、うん、あまりにイチャイチャしすぎてというか、うんうん、2人で一緒にいすぎて依存してないかみたいなことになって、で受けの方の陸也くんの方が先輩なんですよ、はいはいはい、陸也先輩、うん、で攻めの方が後輩なんですけど、うん、その後輩の三春さんは、まあ、現在人気小説家になっているようなね、うん、こう文字書きさんなので、うん、その文字を書いてるミステリー小説とかを書いているのを2人のカップルっていう関係がちょっと邪魔しているんじゃないか、うん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 、で受けの方の陸也先輩が思い始め、うん、ちょっとこの2人の関係続けられないなって感じで離れていくんですけど、はいはいはい、そもそもこの2人がイチャイチャしすぎて、うん、陸也先輩なんて言うんでしょう、出さずにいけるんですよはい、はい、もうそういう体になってしまって、うんうんうん、もうこれって相手がいないとこれからどうすんのって感じじゃないですか、うんうん、そうですね、でそんな体にされてしまったけど、はい、でもまあ
お互いのことを思って離れたみたいなところがあったので、じゃあそこからまた再会したらどうなるんだっていうところですよ。はい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 、でそこで腹黒攻めがねかなり効いてきておりまして、あの、はい、受けの方の陸也先輩の言い分というか考えは読んでるこっちもすごくよくわかるんですよ、うん、こう、まあ、相手のためを思って離れたりとか、うんうん、で再会した時はボディーガードとして仕事をするので、うん、ちゃんと仕事っていう関係で頑張っていこうっていうのもすごくわかるんですけど、なんかこうそれの美晴さんの方が一体何を考えてこのボディーガードを雇ったのかだとか、うん、今小説家としてすごい人気になっていて、その立場を使ってというか、なんというか、うん、こう攻めがね、そ腹の中がわからないからこそ、その腹の中が真っ黒なんじゃないかっていうのをちょっと想像してしまうというか、でもただ賢いんですよ攻めがすごく。腹黒攻め、さすがですね。計算高いですよね、彼ら。だから好きっていう気持ちが結構、うん、まあ読んでる方もわかるんですけど、うん、美晴さんが陸也先輩のこと好きっていうのはわかるんですけど、その気持ちが暴走しているわけじゃなくて、あくまでこう中の中にある黒いものをこう溜め込んで、でも上手にこう整理して使って出してるみたいな。すごい、ろ過されてるんですね。そうなんです。なんかそこが上手で、はい、気づけばこの陸也先輩もきっと流されていきそうな感じもしますって、読んでるこちらもなんかやってることは絶対に良くないことなのに、あ、なんか いいかな、 OK かなって思っちゃったりするみたいな、はいはいはい、もう本当に美晴さんのなんか手のひらの上でコロコロされていたような読後感があったので、あ、これが腹黒攻めかってちょっと改めて思いましたね。あと個人的にはこの小説家をしている攻めの美晴さんのペンネームが矢垣クリスっていうんですけど、はい、この名前にも秘密があって、はい、それをちょっと最後の方に出てくるんですけど、それって言って、はい、おゾワーってしたので、ちょっとそのゾワゾワ感もぜひ味わっていただきたいです。続いてほぐしみが紹介するのはこちらです。はい、すめし先生のド S な裏垢男子くんです。イエーイ。はい、ド S なんですわかりやすいタイトル。そうなんです。このド S な、ね、裏垢男子くんは実は、ね、表の顔は動画配信者をしていまして、でその動画配信者のナナっていう名前で活動してるんですけど、彼がその大ファンである、サラリーマンの受けが、この大木くんですね。で、大木くん本当に大好きで、もう顔がドタイプみたいな感じなんですけど、で毎日のその通勤電車の中で、あのいつも同じ時間に同じ電車に乗ってくる、ナナにめちゃめちゃよく似た男性が、あのいるんですよ。そので、大木くんは毎日それを、そう、あの日々の楽しみとして彼のことをこう見ていたんですけれども、はいはい、ある時ね、電車のこう揺れで、こう揺れた瞬間にその7人の男の人のスマホ画面が見えちゃうんですよ。それが見えた画面が、あのド M 男子を調教しているエロメッセージを送っているところでして、もう大混乱ですよね、みたいになって。でももともとめちゃめちゃ顔は好きだし、もう激似だと思い込んでるからあの、まあなんかでもあわよくばと思って家に帰って、その裏垢を作ってちょっと接触を試みるんですよ、はい、で、まあ、うまいこと接触ができて会うことになったんですけど、まあ、実はそれはあの、まあ、あの皆様もご予想の通り7本人で、まあ、気づいてないのは大木くんだけなんですけどまあ読者の我々も気づいてるところではあると思うんですけど、でまあそれで2人でこう出会っていって、でその実はナナのその裏の顔、その裏垢男子としてのこう顔みたいなのが明らかになっていって、大木くんがどん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 こう巻き込まれていくっていうお話なんですけれども、あのド S 腹黒攻めと、あのチョロカワリーマン受けのコンビです。最高、最高です。組み合わせからもう大優勝かなと思うんですけれども、でまあ、ナナはですね、その大木くん、大木くんはもう純粋になんかかっこいいなと思って見てるだけだったんですけど、ストーカーだと思ってたんですよ、ナナの方は大木くんのことを。そうだから、ちょっと痛い目に合わせてやろうと思って接触を図って、いろいろちょっとエッチなお仕置きをして、で、これから100回ハメ撮りして俺のアカウントに投稿するまでお前のこと許さねえからみたいな契約を。急に数字が大きくてびっくりしちゃった。なんですよ、脅しをかけられて、うわー
くなるんですけど、聞くが。なんでもうエッジ展開がいっぱいあります。もう100回やらないといけないのでやばそうで、なんかその1回1回やっぱ言葉攻めもすごくてですね、もうさすがのあの腹黒ですよね。まあド S な上にしかも俺様なんで、はいはいはい、もうすごいですよ本当に。もうそう、でももう大好きですからね、喜んじゃってるなっても分かりますし、まあいいですね本当になんぼでもみたいお二人がそのマッチしちゃってるんですね。そうなんですよ。いや意地悪ですよね。で、あとやっぱり腹黒ゼロといえば、私そのあのもちろんなんだろう、こうじわじわこう外堀を埋めていって、なんかこう下水ことを考えてるっていうのもあのすごい萌えんだと思うんですけれども、まあそれと別になんかこうアメとムチの使い分けがすごい上手いっていうのもなんか腹黒攻めのなんか特徴かなと思ってて、それがすごいあのなんだろう、上手くてですね、あのさすがやっぱド M 男子いっぱい調教してるだけの慣れがあるんですけど、なんか2人がちょっとあの全然その何の変哲もないあのちょっと甘々めなデートをする回があるんですよ。でなんかあの私もその大木くんもなんかみんなあれこれなんか全然すごい甘々デート編じゃないって思っていたんだですごいあの腹黒攻めがしそうな意地悪なエッチないたずらが登場してきて、うわ楽しみだって、なんかそこでこうやっぱなんかあのちょっとアメが与えられてそわそわしてる受けになんか絶望を与えるのがやっぱ好きなのかなっていうのが、うまいですねやり方が、うまいなとすごいです。で、まあ調教されていく中で、まあ、2人のちょっと関係にねこうなんか変化をもたらせそうな第三者が登場してきたりだとか、はい、100回ハメドにも行くがどうなっていくのか気になる。そうですよね、2人はその本当の意味で結ばれるのか、その、まあ、ハメドに脅し脅される関係から進展していくのかっていうところもちょっと楽しめますので、あのぜひコミックスの方で楽しんでいただければなと思います。はい、ということで今回は我々のベスト腹黒攻めを紹介させていただきました。いやこう話していくとやっぱりなんか腹黒っていう性格が悪そうみたいなイメージもありますけど、はい、と同時になんか理性が残ってる感じ、そうですね、理性があるなんかちゃんとしてる感じも見えてくるので、なんか憎めないんですよね結局。そうですね、なんか私は結局腹黒攻めってものすごい意地なだけなんじゃないかなって思いました、そこにね帰結するのあいいですね。そう思うと急に愛しくなってくる、絶対手に入れたいがゆえの執着行動だと思うとなんか可愛くすら思えてね、もう性格すらも可愛いってなるとね、はい、より作品も好きになるでしょうし、ちょっとこれからも新しい腹黒でも開拓したいところですね、はい、本当に、はいはい、というわけで、今回紹介させていただいた作品は、チルチルの紹介ページを概要欄に貼っておりますので、そちらからぜひ確認してみてください。はい、でまたあのこちらですね、あのツイッターの方のこちらの BL ソムリエアカであの皆様からの BL おすすめ BL を募集しているツイートもございますので、ぜひちょっとあのチェックしていただけると嬉しいです。お願いします。それではバイチルー。